殿崎治すぐるは、青森県弘前市出身のプロ野球選手。宇と右内ち。埼玉西武ライオンズ所属。実家は、弘前市でリンゴの農家を営んでいる。気郷屋小学校4年生の時に、気郷屋ボンバーズで、軟式野球をはじめ、弘前第四中学校では、弘前シニア、弘前白上シニアでプレーした。 当時森岡東シニアに所属していた菊池武士生徒は弘前シニア在籍時に対戦経験がある。弘前実業高校では1年生時の春に声優劇種になったが甲子園出場経験はない。富士大学では2年生時の周期リーグで北東北大学野球リーグの最多打点賞、3年生時の周期リーグで最多盗塁賞、4年生時の周期リーグで首位打者、 ベストナイン優秀選手賞を獲得した。4年生児は首相を務め、チームは春、秋連続優勝を果たした。6月10日に行われた第63回全日本大学野球選手権大会1回戦では3番遊撃手で先発出場し3打数1安打だった。2014年11月14日に行われた第45回明治神宮野球大会。 一回戦では3番、二塁手で先発出場し、3打数1安打だった。大学の1年先輩に山川穂高がいる。2014年10月23日に行われたプロ野球ドラフト会議で埼玉西部ライオンズから3巡目で指名され、契約金5000万円、年俸1200万円で仮契約を結んだ。背番号は44。 2015年7月3日に出場選手登録され、7月8日の対オリックスバファローズ戦の6回に、ダイソーでプロ初出場しその後守備に着くと、8回に回ってきた打席で初安打を放った。25日の対北海道日本ハームファイターズ戦において8番遊撃手でプロ初先発出場し、2回の第1打席で放った打球は、 左翼のポール上を通過し一度はファールと判定されたが、ビデオ判定により、本類打に認定されるという形で、初本類打と同時に初打点を記録した。31日の対福岡ソフトバンクホークス、戦では7番、遊撃手で先発出場し、2回裏に初盗塁を記録した。2軍では70試合に出場して27個の盗塁を成功させ、 イースタンリーグの最多投塁車賞とスポーツ日本の選定による E リーグの新人賞及びデイリースポーツの選定による技能賞をそれぞれ受賞した。2016年3月25日に行われたオリックスとの開幕戦に9番遊撃手で先発出場し2打数無安打だった。7月24日に婚姻届を提出し入籍したことが29日に発表された。 9月に二軍公式戦に11試合に出場し、リーグ最多の5本塁打を記録するなどで、月間 MVP を獲得した。二軍通算では56試合に出場し、水口大地と並んで、チーム最多の16盗塁を記録した。2017アジアプロ野球チャンピオンシップにて2017年は、源田宗介が入団してきたこともあり、外野手に挑戦し、2年連続で開幕を一軍で、 迎える。開幕直後は、田代翔太郎や木村文則などが、スタメン起用されベンチスタートが多かったが、内外や共に守れる便利さも変われ、4月半ばから外野両翼のスタメンに定着する。2割そこそこだった打撃も交流戦での監督の辻、初彦のアドバイスを機に上昇。6月8日の読売ジャイアンツ戦で自身プロ初となる、満塁本塁打を放った。 シーズンを通して135試合に出場し、自身初の2桁本塁打と2桁盗塁100安打を達成し、規定打席にも到達した。オフの10月12日に第1回アジアプロ野球チャンピオンシップの日本代表に選出された。3試合に出場し、打率462位本塁打4打点の活躍で大会 MVP に選出された。2018年は、 外野手のレギュラーで出場していたが、9月2日に、背中の針を訴えて試合を欠場し、フルイニング出場が止まると、9月4日に1、軍登録を抹消された。119試合の出場に止まったが、打率、287、18本塁打、67打点、25盗塁を記録した。2019年は浅村栄との FA 遺跡に、 ともない開幕から二類種として固定され、自身初の全試合出場を達成した率、274、26本類が90打点、22盗塁を記録した。初めて固定された二類守備では、リーグ最多の14失策を記録したものの、視殺、補い殺、閉殺でもリーグ最多を記録し、ザーはゴールデングラブ賞を獲得した、浅村を大きく上回った。 オフの11月に開催された第2回、WBSC プレミア12の日本代表に選出された。2020年9月13日のソフトバンク戦では1回表に1番打者として、石川修太から先頭打者本塁打を記録するが、この後両軍ともに点が入らず、チームは勝利した。初回先頭打者本塁打だけの隅一勝利は、球団21年ぶりのことだった。 最終的に2年連続で全試合に出場したものの、好不調の波が激しく、ホームランは前年よりも大幅に減少し、打率もレギュラー定着後自己ワーストとなった。2021年4月3日のソフトバンク戦の1回、表第1打席、高橋彩から左足首付近に支球を受け、左肥骨を骨折し、4月12日に手術を受けた。愛称は、アップルパンチ。 これは、ナックファイブの番組、ナックファイブサンデーライオンズのレポーターを務めていた、安藤かなみが命名した愛称で、実家がリンゴ園である、アップルとパンチ力が武器である、パンチを組み合わせた造語である。ありがとうございます。